ってたら床がこんなことになってました。意味わかんなくない？ちょっと客観的に見たらこれめっちゃ汚い方なのかな。汚いな絶対に。今夜の11時前なんですけど、今起きてそっちは逆転してるんで、まあ、逆転もう逆転すぎて今ちょっと逆転しちゃいそうなんか、ちょっと今日何も一日してなさすぎて、ずっとこの閉鎖された空間の何にいてもちょっとマジで頭おかしくなりそうだし、今日一日に一回も外に出ないっていうことはまだざらにあるんですけど、ちょっとこのまま一日を終えるのはちょっと罪悪感がとてもあるので、ちょっととりあえず外に出ることが大事かなって思ったので、今からちょっと私お散歩趣味なんで、お散歩にね行ってこようと思います。わたげチャンネル、ポリティ、いつも水飲む、できます。はい、ということでシャフ無事外の世界に出ることに成功いたしました。快挙でございます。今日ねちょっと心機一転、いつもの家の周りのお散歩コースとは違うところを歩こうと思って、電車に乗って皇居まで行きました。なんかずっとなんか皇居ランとか有名じゃないですか。だからずっと来てみたくて、でもこうずっと来てみたかったところに足を運ぶことができたというこの事実、はい、これでね今日一日すごい怠けて過ごした時間はこれでチャラになりましたので、で日本で来てみたらめっちゃ桜咲いてて、もうこれは本当にね神様からのサプライズ、天下の授かり物ですよ。なんかめっちゃ喋ってる。背景があるけど。なんで？すごい。なんか私こうやっていつも歩いてるんですけど、まあ、時々さなんか帰り道とかなんかどっかから帰ってる途中でなんかわからんけど家に帰りたくなくなる気分というか、なんかまだ家着かなくていいなって思う時あって、なんか帰ってる途中のなんか前の駅で電車降りて数駅分歩いてみたりするんですよね。なんか別に家が嫌いとかではないんだけど、なんか帰りたくないみたいな、なんか皆さんもなんかわかりませんこの気持ち。水落ちてくるバリ水落ちてくる。なんか今日もずっと家にいたんですけど、なんか TikTok とかさ YouTube のショートとか見てて、こうダイエット系のなんかこうこれをやれば1日何キロマイナス何キロみたいな、必ず腹筋が痩せるみたいな用途結構あるじゃないですか。でそういうのをそのえっと思って見ちゃうと、それに興味があると思われて、そのあると判断して AI が私のおすすめがどんどんそのダイエット関連だらけ。桜面白いなるんですね。なるんですよ。こいつダイエットしてるからそのダイエット系関連いっぱい流したろうみたいな、全員か何か知らないですけど、だからなんかちょっと TikTok 開いたらもう全部ダイエット系で、あっと思って YouTube 開いても全部ダイエット系みたいな、もうずっとダイエットをおすすめされちゃうもんだからもう心が疲れちゃって、なんかちょっと病んだりしました。漏れるかな、頑張るモードの頑張るモードの時にそのなんていうの、痩せる系のやつ見るのはすごいいいんだけど、そっち今ちょっと疲れてるなって時にもう容赦なく流してくるから、それがもうね、もう私は頑張ってないのを知ってるから、もうそれ以上私は責めないでくれって思っちゃうよね。誠に自分勝手ですよ。ポリティ。
やだ、ちょっと待って、ずっと桜、何、ちょっと素敵なんですけど。なんかいつもこういうお散歩してるときは大抵音楽聴いたり、音楽聴きながらだったり、なんか本当は何も音楽とかもイヤホンとかもせず、この周りの音を聞きながら散歩するのが一番なんかこう精神的には良さそうな だなとは思うけど、ちょっとそれはね、私暇なのでいつもなんか聞きながら歩いてるんですけど、これ自分の歩数に合うさ、歩数じゃない、歩ペース、歩くペースに合う音楽がさ、なかなか見つからないとさ、ずっとちょっとイライラしちゃってさ、あ、これじゃない、これじゃないな、どんどん飛ばしとかなっちゃうよね。何の話でしょうか。ポイティ、なんかいつも本当に一人で孤独で、ただなんか暗闇に向かって歩いてるだけなんで、今日こうやってなんか話す人がいるし、いないんですけど人は。なんか後輩の皇居いいな、本当はなんか皇居なんか入りたかったんですけど、なんかちょっと入り方が分かんないし、警備の方がたくさん、実力団がいる。なんかすっごいなんか食べたいな。皇居って何、なん警備の方に無事、ちょっと不審者かと思われたところで、そりゃそうよな、こんな皇居にさ、夜中にさ、一人でこんな格好でさ、パジャマで、下パジャマでうろついてたら、ちょっと多分どっかに今あれが情報回されてるじゃん。いやいや、若干1名不審者発見、警戒しようみたいな。いや、多分航空所も私の目撃情報が流されてると思うんですけど、皇居に天皇がいらっしゃるってこと。え、そんな神聖な場にうろつくのマジ申し訳ないわ。この感じ、こんなゴミ人間がうろついていい場所じゃないですよね。しかもお風呂入ってないし、こんなやつ近づいていい場所じゃないんだろうなって思う、ここって。マジで申し訳なくて、なくなって。え、待って、なんかすごい綺麗。超綺麗じゃないですか。ちょっとお腹が空いたので、コンビニに入って、ハロー。ここでコンビニに寄ったら、あの皆様ご存知、私の大好きなジワルバターというお菓子が、この度アイスになりまして、それをね、セブン限定で売ってるんだけど、私がどの、何店舗セブンを回っても見つからなかった、このジワルバターのアイス、やっと見つけることができました。もうこれだけでも今日外に出た甲斐があった、マジ。今こう見えて過去一テンションが上がってるんですけど、これをね、近くの公園でいただきます。ちょっとここは周りがマンションに囲まれてたので、近隣の方の迷惑にならないような、静かに黙って食べます。こうやってさ、散歩してる時とか一人でご飯食べてる時って、こうなんかこういろいろ考えちゃう時間が多い、乾杯、多いんですけど、なんかこういつも一人でいるとさ、もう全部自分の基準だけで考えちゃうっていうか、あ、今日は私外出れたからマジ偉いとか、あ、今日は洗い物できたからもうこれ大統領レベルみたいな、国に担えちゃうわみたいな、次の大統領私だわみたいな、トランプバイデン畑ですみたいな、そんな自分をすごいね、上げて生活してるんですけど、こうやってなんか一回静かに自分を客観視してみた時に、え、私ダメダメすぎんってなることが最近めっちゃあって、一回客観視しちゃうとマジで終わるよね。なんか世間的に見ると、え、私って何、外出ただけで自分褒めたたいてるのやばくないみたいな。で、なんか毎日朝起きて仕事して、なんか社会に貢献してる人がいるのに、私ってなんだこいつみたいな、何トランプバイデン綿毛みたいな、え、なんでそこに肩を並べられると思ったみたいな。国を担う前にマジ自分の威厳を片付けろって、なんかすごいネガティブ思考になることもあるんですけど、でもこうやって美味しいものを食べることで、そういう自分の気持ちをごまかしながら生きています。世間的にはね、今もう新生活シーズンで、もう
今 まさにご入学ご就職の時期真っ只中じゃないですか。もう本当にめでてなんだと思うんですけど、私この春っていう気候は好きだけど、何そのさ、新生活とかってマジより気を使うことが多いじゃん。なんかさ、こう、なんていうの、新しいクラスの人とちょっと話すことがあったら、その話してるときは、あ、この人優しいなとか、まあちょっと頑張って話してみるけど、こう、家帰るとき、問題は、家帰ったり、その後寝る前、その日寝る前とかに、え、あの時の自分の挙動、キモすぎんとか、え、あの時、ああ、優しい言葉をかけてもらったのに、え、私、全然返してなくない？え、逆になんかちょっと、キモ発言でしか返してなくない？うわ、絶対キモいって思われた、あの時の発言。うわ、みたいな。後からじわじわ来るこの罪悪感みたいなのが私も本当に苦手で、とか、いろいろ考えすぎちゃうから。だから皆さんも強く生きていきましょうね。で、私はここに座っていたら、床が濡れていて、お尻がとても濡れました。わたげチャンネル。そんなこんなしてたらどんどん夜が更けてきたのでね、だんだんキロに着こうと思います。なんかこの時期ってお花見シーズンじゃないですか。でさ、インスタとか見てるとさ、みんなお花見、あの、なんていうの、ボディーラインの出た服で、お桜の前で、あの、いちごのカクテル、なんだあれは、あのみたいなのを持ってみんな映えの写真撮るでしょ。うちもあれやりたいんだけど、なんでこれパジャマでうちでやる、なんか喋ってるわ。私はもうこういう時期になるたびに、なんか新しいコミュニティに、溶け込むのが本当に苦手で、いつも。溶け込まなかったけど、こんな感じになっちゃったんですけど。もう無理に人と関わるのとかが本当にもう、苦痛に思えてしまうので、ちょっと暗すぎないかな。本当にこの時期はもう頑張ることがたくさんで疲れるよね。まあ特に頑張ってないんですけどね、特に頑張ってないから、その自分に対しても自己嫌悪で毎日死にそうなんですけどね。こうやって歩いてると、なんかそういう、あの、自分への自責の念が若干晴れる気がするので、いいと思います。マジで。おっとね、やべ、なんか知らぬ間に武道館来ちゃった。ここどこどこ、ちょっと、あ、そろそろ家に帰らなくなりそうなので、あ、終電を調べて楽しい人生。今日でだいぶリフレッシュできたので、別に何かを頑張っていただいてもないんですけど、これでまた明日からも一人楽しく生きていこうと思います。ということで帰ります。帰ってきたら元気なので、帰ってきたら元気になったので洗い物してます。